ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ浦和より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。はい、ボンドカーズ浦和のツッキーです。よろしくお願いいたします。今回ご紹介させていただくお車が BMW ミニカブリオレ2014年式走行距離5000キロこちらの車両になります。いいのが来ましたね。来ましたね。はい、探し求めていたやつです、はい、よくぞ生き残っていますよくぞ生き残ってたって奇跡のコンディションなんです。そうです、まさに、はい、まあ、毎度おなじみ現ミニ乗りと、そうですね、はい、元ミニ乗り、はい、ミニメカニック2人でちょっとこちらのめちゃめちゃこうコンディションのいい車なんで今回この車羨ましいぐらいの、はい、ご紹介させていただきたいと思います。で今回はこの限定車、そうですね、はい、ハイゲート結構こう先代のミニでも限定車いろいろありましたけど、うん、こうすごくこだわってるのとこうちょっとライトにちょっと手軽に済ましたなみたいな、そうですね、はい、2種類あるんですけど、うん、これ結構手入ってますよね。これはしっかりと、はい、ですよね。内外装しっかり限定されてる感じの、はい、で外装から見ていくとまずこの専用のボディカラー、はい、これはなんか調べたら、アイスドチョコレートってこの車で採用されて現行の F 型に標準カラーになったとなった車カラーみたいです。僕が乗ってるチョコレートはホットチョコレートっていうボディカラーで私のはもうちょっとこうミルクチョコレートっぽい感じ、はいはいはい、これは完全にもうもっとこうカカオパーセント強めな、うん、子供食べれない子供食べれないぐらいな、はい、でとにかく塗装のコンディションがめちゃくちゃいいわけですよ、うん、まあ、走行距離も薄いですけどこの空の映り込みとか見ても洗車傷はないしウォータースポットすらいや本当ですよねないよくこのコンディションで本当に残ってたなっていう。ボンネットストライプも一切色褪せも切れもない。で結構見に行ってガンガン乗る車じゃないですか、うん、だからもう本当にこう日常使いされててもうそれこそこう洗車傷とかウォータースポットってある車って結構多いですけど、うん、この車は本当に塗装のコンディションがまずいい。綺麗に空映ってるもん。で僕的に言うとこのウィンドウォッシャーとかも結構使うじゃないですか、うん、皆さんでここ垂れた後とか絶対出てきちゃうんですけど、うん、そういうのもないないですね。そしてこの専用のストライプ、ストライプ、はい、これももう絶対オリジナルのコンディションじゃないですかめったらいい。大体だって1年とかですよ、ね、うん、ぐらいしたらもうちょっと色が汗できたりとかひび入ってきたりとかってあるけどもうひどいのだとこう触るとこう白くなっちゃったりとか色がついちゃったりとか、はい、うん、ボロボロっともうこれに至ってはもうさっき貼ったかのようなこのツヤ感ですよこのブルーの縁取りがでこれ3色なんですよ、よく見るとそう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 、このちょっとボディカラーに近いこの茶色というか、はい、グレーと黒とこの内装でも使われてる水色というこう、まあ、チョコミントっぽく、あ、そういうことなんですか。いや、わかんないけどなんかチョコミントっぽいなと思って最初出た時に見た時ミントはもうちょっと緑色じゃないですか、うん、そっか、ミントではないか。ちょっとおしゃれです、ね、ちょっとおしゃれですね、はい、そしてもう一点ちょっと僕がこのコンディションをお伝えしたいのはこのヘッドライト周り、はい、まずこのリングがもうやっぱりずっと使っていくとこうメッキが浮いてきたりするんですけど、うん、そういうのも一切ない、ない。そしてヘッドライトの曇りとか黄ばみも全くない、一切ないこれちょっと多分ミニ乗ってる方だったらうんうんって言ってくれますよね、うんうん、絶対。そう、本当なんかこうデッドストックって言っていいぐらいの、本当っすよ。もうもうジーパンだったら超高値つくやつ。本当です本当です、はい、本当です。そしてまあ後期型なんで後期のバンパーになってるわけなんですけど、うん、これもさっき触ってびっくりして結構ミニってもともと車高低いじゃないですか、うん、で結構ベロなんかはもう本当に低いしここも低いんで車止めとかそのまま入れちゃうとガサガサってなっちゃうじゃないですか、うん、全く擦ってないんですよ一切まあベロすらも、いやベロもだってほぼ擦ってないですよ、うん、まあ、多少ちょっと何回か当たったかなぐらいの、うん、あとはありますけどもう本当に綺麗、飛び石もほぼない、ほぼほぼないですね、もう ないって言い切っちゃっていいぐらい、はい、あとはR56、まあ、57、まあ、56系ですよね、まあ、中古を選ばれる方なんかよく見ていただきたいんですけど結構これがプラスチックが硬化して割れちゃうんですよね、うん、だここがもう受けが割れてガバガバになってる車とか多いんですけど当然その辺もきっちりと結構ありますよね、うん、あるある、ここ浮いてんのとか、はい、ここもガバガバになっちゃってんのとかもう全く問題ないという、いやいいですね、綺麗です。
そして横回ってみましょうか、うん、もうサイズ感最高ですよね。最高最ちょっとさっき改装というかその移動で乗ってやっぱりいいなと思っちゃいましたこれだな5ナンバーサイズっていうのはやっぱりいいミニっぽい、もうどこでも行けるなっていう、うん、もう都内でも狭いとこでも。そうですね。そして横に関してはもうこのしらっちゃけちゃう樹脂パーツももうピカピカですよ、うん、まあ、もちろんそのコーティングとかしてないんでツヤはないですけど。そうですね、はい、まあ、結構ツヤ出すグッズなんかもありますからね、うん、ここからの雨だれもオイルだれも。そうなんです、はい、あの錆止めのグリスが溶けてグリスのタレでね出てきちゃうんですよね、うん、その辺なんかも一切ないという、うん、傷ありましたね。あ、ここもったいないですね。直したいですね。まあ、直したいですね。直したいです、はい、そしてこれホイールもこのハイゲート、うん、このホイールなんですよね。そうですね。でこのホイール僕いいと思うのはちゃんとこの8本スポーク、うん、で4ケツってどうしてもホイールのこのビジュアルのバランス良くないじゃないですか、うん、5本スポークだとこう穴の位置おかしくなっちゃうし、そう、ね、7本スポークでもおかしくなっちゃうじゃないですか、うん、でも8本スポークだったらドンピシャなんですよ。そう、ちょっとあのユニオンジャックにもなんかつながる、ね、ちょっとこう1本おきにキャラクターのラインが少しこう入ってる感じで、こんな感じになってて、あとはローターなんかもまだ全然この耳も出てない、はい、うん、ちょっと置いといた車なんでローター少し錆出ちゃってますけど、まあ、走っていただければ全然問題ないんじゃないでしょうか、うん、で当然タイヤは新車装着の補填座、これちょっともしかしたら硬くなってるんで、うん、まあ、乗られるんであれば、まあ、でも溝なんかは全然まだ、まあ、ひび割れとかっていうのもないですね、うん、コンディション良好ですね。そしてもう一個びっくりしたのはこのインナーのこの綺麗さですよ。わかります？靴泥だらけじゃないですか。ああ、だって普通にまだあの絨毯みたいなコンディションですよ、うん、一切うちで高圧で飛ばしたりとかってしてないですからね。これもないですよね、うん、あともう一点、あのどうしてもゴム類が減ってきちゃうと、うん、あの自然に車庫端になっちゃうじゃないですか、うん、もうない、うん、このビンビンの車庫めちゃめちゃコンディションいいですね。そしてサイドスカットルなんかは専用のものが、これあれですね、保護テープがまだ貼ってある感じですよね。ああ、上のね、多分こう剥がさないで置いておきましょう。保護テープがまだちょっと剥がれかけてる、はい、こんなのも。そして後期だとこれがクリアになるんですよね。そうですね、はい、そしてあとはこのフロントのカウル、うん、これなんかもう劣化しちゃう定番のパーツですけど、こことか割れてきちゃってね。そうなんです、はい、この間俺自分のも交換しました、はい、その辺ももう完璧なコンディションです。いや全然だよ、2014年式とは思えない。本当にタイムスリップしたみたいな、まあ、1回変えてんのかなっていうぐらい。いや本当にそのレベルですよね、うん、あと1点、後期でちょっと僕うんっていうところはワイパーがこれ後期専用のこのアームになっちゃうんですよね。だからこう汎用のワイパーブレードがつけられないという、うん、ちょっとその辺は撥水のにしたいとかっていうと、うん、まあ、詳しいショップだったりとか、まあ、もちろん後ろの方でもできますし、うん、がちょっと必要になるかなという。であとは結構ミラーなんかも色違ったりしますけど、カブリオレは確か同色なんですよ ね、 そうですね、はい、普通の3ドアだったりすると屋根とミラーの色がセットなんでしたっけ、うん、なんですけどちゃんとこのボディ同色の、だここだけ見ても僕おって思っちゃうんですよ、うん、やっぱりカブリオレいいなっていう。いいです。そして横のこのサイドのここもほぼ劣化がないという、はい、結構足引っ掛けたりとか、はい、ずっちゃったりなんていうのも多いですけど、これは全くない。あと装備的なものでいうとコンフォートアクセスはついてない、まあ、なしですね、はい、ただどうですか、正直必要なくないですか。なくていいです、はい、あともう一点こう正直に言うと反応あんまり良くないですか、うん、R56 乗って結局こうボタンを押さなきゃいけないっていう動作があるんで、別にもうちょっとイマイチでしたよね、うん、R56 の時のコンフォートアクセスだなくてむしろ好印象かなっていう気はします、うん、そしてあとはこのトップがこれいいっすよね。アイスドチョコに合わせてこの折りもシルバーの繊維が入ってて、こう角度によっては濃い茶色だったりちょっとシルバーが強めに見えたりっていう、ちょっとおしゃれな感じですよね。冷凍庫でちょっと霜がついたチョコレートみたいな、はい、あ、なるほどなるほど、
カカオ強めの、はい、確かにそしてもうこの辺のモール類も全然痛みがないという、うん、僕だってこれ数えきれないぐらい交換しましたよ、これ割れちゃったんですとか、うん、もう全然全くそんなのもないという。そして後ろも、後ろもちょっとだけあれですかね、若干傷が、はい、むしろ このぐらいが気になっちゃうレベルの、うん、はい、そしてリアもローターパッドともにまだバリバリ山が残ってる感じですね。そして後ろは後期なんで後期テールと後期バンパーと、そうですね、ついてくる感じですね。でカブリオレなんで標準ですよね。標準で、はい、そうですね、 PDC もついてる、はい、あとは結構この開けるこのスイッチ、うん、カピカピになってひどいのだともう穴が開いちゃってることもありますけど当然もうこれですよ、この完璧なコンディション、綺麗、はい、ね。そして今回の車は後付けでナビゲーションとバックカメラがついてるってことなんで、うん、まあ、PDC とバックカメラでも装備的なものは、まあ、この車なんで取り回しとかサイズ感困らないと思うんですけど、そうですね、しっかりその辺もついてる、まあ、若干バックするときここの視界が遮られちゃうんで、確かに確かに若干見づらいので、まあ、これをここでアシストしてもらえるのは全然違うと思いますけどね。なるほど、外装としてはこんな感じでしょうか、うん、まあ、あとは全部車がフルノーマル、そうです、結構ミニ手が入っちゃってるのも多いですけど、うん、だからここからまあ楽しむのちょっともったいない気がしますけど、うん、まあ、楽しんでいただくこともできますし、まあ、安心にもつながるのかな。でもこの状態のこういうオリジナルコンディションのものであればもうこのまま、確かに僕もこのまま乗りたいです、乗っていただきたいっていう、はい、まあ、会社からは 足ぐらいちょっと乗り心地よくしてカスタムで稼げみたいな話になるんだろうけどこれは乗っていただきたい。あとはもうものすごくマニアックな話していいですか、はい、マフラーも当然交換歴も、うん、はい、全くないわけなんですよ、うん、マフラー交換してたりするとちょん切って繋いだったりするの分かります、うん、結構新車補修なんかでも排気漏れがあったりするとリアだけって交換されちゃうんですよね、うん、で新車だとこう前から後ろまでの長いマフラーなんですけど、うん、補修だとどうしても1本って出ないんで前だけ後ろだけをこう専用 そのジョイントで繋ぐんですけど、うん、当然それもないという、うん、いやもう絶対交換してないの、うん、そしてこの足回りの綺麗さですよ、見てくださいこれで後期でこのショックの下にプラスチックのカバーもついてますけど、もう絶対これも外したことないだろうなっていう、これほんと綺麗だよね、これメカニックの僕がこれだけ綺麗っていうのがやばいっすよこれコンディションがすごい、これはちょっと本当に伝えるべき一台ですね、うん、今さら R なんてねなっちゃうかもしれないけど、これは今だからこそみたいな、 R 系結構名車あるじゃないですか、うん、僕的にもハイゲートも名車だと思うし、うん、グッドウッドしかり、うん、クリスタルしかり、うん、GP しかり、そうね、だからちょっと気に入ったのを、まあ、コンディションいいのを見つけたらちょっとそのコレクションとして買っておくっていうのはちょっと手ですよね、うん、そしてこの値段の残り方ですよ、そうですね、びっくりじゃないですか、はい、現行買えますよだってだ本当に今回おすすめな1台になっております。でまた内装も一切使ったのっていう、びっくりですよねちょっと内装を見てみましょうか、見てみますね、はい、じゃあ続いて内装を見てみたいと思います、はい、で内装がもうこれですよ、僕この音が好きなんですよ、うん、って、はい、重めのね、はい、うん、ちょっと BMW とまた違う、うん、この音、そして内装はこの綺麗さですよ、専用のレザーシート、またこのストライプと合ってるこの水色が持ってきてある感じですね、うん、でこれシートだけじゃなくてこのドアのこのアームレストというか、そうね、この部分なんかも、あとはあのグローボックスのところのトリムとかね、あ、そうですね、はい、その辺なんかも、まあ、定番のその手が加えられる箇所ではありますけれども、うん、しっかりなっております。でこれ結構車外とかあるんですけど、うん、やっぱりこの純正の質感に勝てなくないですか、うんうんうん、勝てないですよね、雰囲気だけ楽しむんであれば後付け感出ちゃうんだよね、出ちゃいますよね、うん、だからもう新車のこのパリッとしたステッチの入った、うん、これやっぱりビビビッときたら本当に保管しておくべき保存しておくべき1台かなという、うん、で装備関係に関しては今回の車両は特にこうハンマーカードンついてたりとか、うん、いうのはないですね、とかっていうのはない、うん、ただもう見に行っても基本的に何にもないじゃないですか、うん、
パワーシートもないし、うん、ない。もうなんか ACC とかもないし、ない。ステアリングの調整もない。だから本当に何もなくていいのかなって、うん、まあ、ついてたらラッキーぐらい感じなんじゃないかなと思います。うん、ただカブリオレだとあれですよね、シートヒーターが標準になるという、うん、あのファブリックでもですよね。うん、だその辺ちょっとだから普通の3ドア買うよりかも PDC がついてきたりとか、そうですね、シートヒーターが最初からついてたりとか、うん、まあ、ちょっとお得というか装備が良くなってるという、うん、で当時このデザインのレザーシートは、まあ、色は違えどオプションでどの車でも選べたけど、一番やっぱり高いオプションレザーだと思いました。ちょっとこのミニの可愛さに高級感がプラスされて、やっぱりレザーあるといいですよね。ただあとレザーにしちゃうとこの使用感がこう気になるじゃないですか、うん、今回の車は本当に運転席の両サイド若干こうレザーの使用感があるぐらいなもんで、助手席に至ってはほぼ見せように近いというここぐらいだもんね、サイドのこっちのショルダーの方は。いやー本当っすよ、うん、綺麗だし、だってマットも専用のやつじゃないですか、うん、レザーの茶色の縁取りの、うん、それもだってかかとの跡とか一切ないんですよ。そうね、あそこどんどん掘れてきちゃったりなっちゃいますよね、うん、いや非常にコンディションがいいです。ちょっとじゃあ乗ってみたいと思います。はい、よいしょ。またいいのがこの鍵なわけですよ、わ、うん、かります、うん、F 型大きくなっちゃったじゃないですか。そうね、そして外側のプラスチックがなんかこう何にも入ってない少しこう安っぽいとは言わないですけど、ちょっとおもちゃ感出ちゃったじゃないですか。 R 系ってなんかこうしっかりしてますね、鍵が小さいですけど。そしてまあ入れるっていう儀式が必要ですけど、これ結構僕好きなんですよ。そして内装に関してはこんな感じです。後期型なんで、まあこの辺しっかり黒くなってたりとか、うん、はい、あとこれパドルもあれですよね、後期だと黒くなるという。そしてカブリオレだとこれ意味があるのかないのかちょっと謎ですけれども、うん、屋根の開けてる時間がカウントされるという。そうですよね、確かそういう、そうです、そういうメーターです、はい、必要あるのかっていうのもね、そうだけどこんなのがついてたりとか、うん、で遊び心ですね、はい、でこっち側に関しては、まあ、まあくっついてるんで専用のメーターですけど、他の3ドアとかと一緒のメーター、こんな感じになっております。そして走行はこの4643キロ、もう奇跡のコンディションでございます。そしてあとはダッシュボード、この辺が先ほど言ってた、はい、ちょっと茶色の焦げ茶のレザーになってると。そしてステアリングの調整なんかは当然手動でございます。そしてもう手動でいいよね、その辺はね。いいです、いいです、いいです、うん、はい、もんだよな、このサイズですもん、うん、そしてマルチファンクション、これ今回はあれですかね、ナビとは連動はしてない感じですかね。そうですね、ナビとは連動してないです、はい、なんでこっち側は使えなくなっております。まあでもこの距離なんでもうほぼ必要ないかなという。そしてメーター、あれでしたっけ、初期初期が240キロなんでしたっけ。そうですよね、うん、だからまあ車選ぶ時なんかも240キロってもう本当に初期のやつなんで、まあ、僕のおすすめは260キロになってるのがいいんじゃないかなと。当然この車は後期なんで260キロ。そしてこの辺一応純正のオーディオがわずかに残っておりますけれども、今回このサイバーナビに変わってると。でサイバーナビがまだあるでしょうっけ。サイバーあるけどもう通輪のですよね、インダッシュがもうない、インダッシュはもうないはず。なるほど。ただこの辺はしっかり、ハードディスクの本が買えるやつもついてますし、あとは地デジのお釣りがなんて言ったって意味という、そんなのもしっかりついてて、まあその辺はあの新しいナビとかに変えるにしたって、はい、その 2D 用 の, そのパネル自体がもう今ないでしょ。あ、そう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 、ないんですよ、うん、はい、貴重品なんですよ。貴重品なんだよね、はい、うだからそ の, その 2D 生かしながらあの最新のナビにはこれは変えられるからね。確かに、うん、そして先ほど言ってたバッグはこんな感じで、もう位置完璧っすねこれ、うん、わずかにバンパーの端が見えるぐらいでこんな感じでバックカメラもしっかり使えます。そしてエアコンはもうデュアルゾーンなんですかそれっていう、はい、このシングルゾーンの、うん、はい、エアコン、これちゃんとミニマークになってるんですよね、ちょっとおしゃれな感じで。そしてパワーウィンドウだったり、あとは3段階のシートヒーター、この辺がしっかりついております。そしてあとフォグとバックフォグ、うん、あとはロック、
あとこれがあれですかね、後ろの窓の開け閉め、そしてシガーソケットとドリンクホルダー、あと DSC なんかの切り替えと、スポーツボタンも、あ、スポーツボタンも当然ついてる。あれクーパー S 標準なんでしたっけ。いや、オプションじゃなかったっけでしたっけ。まあ、とにかく今回は結構これも後付けしたりするんですよ、ね、うん、そうね、ついてないのなんか。今回のはしっかりついてると。あとは、はい、オートライト、オートワイパー、あ、なるほど。あれオートワイパーはオプションですよね。オプション、はい、しっかりついております。そしてこれですよ、これ、うん、ハンドブレーキという、はい、2014年式でもしっかりハンドブレーキなんです。でこの辺も結構これ取れちゃうじゃないですか。そうね爪が追っかけてポコって取れちゃうね、はいはい、先っぽないこのハンドブレーキを何度見たことかこれもうしっかり、はい、くっついております。そしてあとはどうしましょう、上いきましょうか。上はこのプラスチックの、あれこれってあれでしたっけ、カブリオレってみんな黒くなるんでしたっけ。どうだった気がするな、ごめんなさい、違ったら、どうだったろう、違ったらすいません。しっかり黒のピラーカバーとこの可愛いバイザー、はい、そしてこのカブリオレのこの天井に関しては、まあ、内側は何かあるわけじゃないんですけど、かなりしっかりした生地で、はい、内装の質感は割と高いです。ちょっと開けてみましょうか。でこの屋根開ける動作も一回ここで止めることもできるんですよね。だからサンルーフのように使っていただくこともできると。そしてここからの全開という、最高じゃないですか。もう何度も言うけど、あのサンルーフ状態で保てるっていうのが、確かに確かに確かに、これでかいっすよね、うん、こんな感じになっております。あとは今回の車は ETC だったりもしっかりついております。いいかな、じゃあ後ろもちょっと見てみますか、うん、はい。あと後ろの座席に関してはこれあれなんですよね、こうスライドとこの倒れるのが一緒になってるという、うん、で後ろはちょっとこの視線が痛い感じですけどこれだからもう本当おまけですよね。そうだね、あの今だかつて僕カブリオレ後ろに本気で人乗せてる人は見たことないです子供ぐらいだったら見たことありますけど、だから足元のスペースはほぼない。もうだから一番後ろ前に下げちゃうとくっついちゃうもんね、うん、座席とこの後ろのここがもう完全に、はい、ね、くっついちゃうので、まあ、基本的には本当におまけというか、うん、はい、まあ、シートも直角ですし、でコンバチブルなのでここが少し狭いん で、 んで、ね、この横がねちょっと狭い、スリーハッチバックよりはしっかりある。ただアイスフィックスなんかはしっかりついてるんで、うん、結構チャイルドシートとかつけてる方はいらっしゃいました、はい、で後ろは割と窮屈なんですけど無駄に質感はいいという、うん、はい、無駄にって言うの、そうクッションもちゃんと柔らかいし、はい、レザーの質感もすごくいいです。そして少しだけこのポケットがこんな感じでついてるという、うん、ただこれ伸びちゃうんであんまり入れるのをおすすめしないですよね、うん、そうだね、はい、あ、これそうなんですよね、このハイゲートのタグとか、うん、いちいちおしゃれですよね。いいです、こんな感じのリアシートになっております。じゃあ続いてトランクを見てみたいと思います。トランクが唯一この逆開きなんですよね。そうですね、はい、こんな感じで正直狭いという、うん、ただこれあれなんですよね、ちゃんとこの開口部を若干ですけど広くできるという、うん、そしてこれ使い棒になるんですよね。そうそうそう、はい、ね、で荷物詰めるのはだからここまでですよね、うん、で屋根をどうするでしょうか、あ、ここね、屋根を畳まないんだったら一応ここまでいけるんですよね、うん、でちゃんとこのそっち側かスイッチでこの位置を見てるんで、うん、結構こう屋根が開かない開かないなんて言うと大体これがこれが上がってませんかっていう、はい、でも正直こういろいろ詰める車ではないですけど、うん、まあ、ちょっとボストンバッグ2個ぐらいだったらいけるのかなと。そして意外にこれが耐荷重があるという、うん、マックス80キロここに腰掛けるだけで絵になっちゃうわけですよ、ね、はい、多分本当は腰掛けちゃいけないんでしょうけど、はい、あと下あるんでしたっけ、あ、
あと下はパンク修理キット。あれなんですよね、ランフラットですよねこれ、うん、なんかパンク修理キットが積んであるという、はい、正直ランフラットがちょっとあんまりいまいちなんですよね。そうだね、硬、うん、いんですよね。まあいずれにせよタイヤはもう交換時、まあまあまあそうですね、年数的に交換時期だから少しちょっとコンフォートなタイヤが僕的にはおすすめです。いいなあ、こういうギミックもいいっすよね。そうね、こんな感じになっております、はいはい、じゃあ続いてボンネットを見てみたいと思います。もうこのエンジンこそ僕がこれを買うべき理由だと思います。しっかり後期エンジンがしっかり N18、 前期型って結構、まあ、言っていいのか分かんないですけどちょっと距離乗った時に、うん、ちょっといろいろ手を入れる必要がありますよね、うん、まあ、チェーンしっかり、まあ、あとはそのエンジンのその構造上インマニの負圧がちょっと強いのかどうか分かんないですけど結構あのスラッジがたまるとかって聞きません、うん、あのインテークのポートのところに多分その吹き返しでカーボンがたまっちゃうっていう、うん、で後期型だとバルトロがついてるんでインマニのその負圧の感じがもう全然違うんですよね。だ結構後期型はトラブルがあんまり効かないというか、うん、前期型に比べてかなり。そうですね、はい、でいろいろ、まあ、インテークこのボックスもでかくなってるし、まあ、そもそもヘッドはもう一新されてるしっていう感じじゃないでしょうか、うん、あと、まあ、ミニに限らずなんですけども結構車買うときにここが覗けるような車だったらここを開けるとミニだと特にこの中のカムシャフトとバルブが見えるという、だここで結構エンジンのその中のコンディションがちょっと伺い知れるという、だこれがちょっとオイル交換がおろそかになってる車だと中がもうちょっと焼けちゃってたりとかスラッチが溜まっちゃってたりとか、あとは入荷しちゃってる車なんかだとそのオイル選びがちょっとちゃんとできてなかったのかななんていうのが伺い知れるんで、まあ、ミニに限らず、まあ、ちょっと気になる車開けてよければ買う前にちょっとチェックするなっていうのは一つ手です。で今回の車は新車じゃないですか綺麗ほぼオイルの焼けすらないという、うん、こんな感じになっております。続いて前灯周り見てみたいと思います。お願いします。続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。ドレスアップ車両の買い取りもお任せください。欧州車の買い取りはボンドカーズ。開けっぱなしに行くのまずは。いやもうこの車に関してはもう閉めてるとこ伝えてもしょうがなくないですかそうね、はい、遮音性とか求めてないじゃないですか誰も、うん、もうとにかくこの最高さ、はい、ゴーカートさを、うん、あの見てくださってる方に多少ないとも伝えられればいいかな。ただ車が車なんで今回は距離を乗りません。そうね、あマスク忘れちゃった外と勘違いしちゃいました。ほぼ外だからね。この音がいいんですよね。なんすかね、46とかに近くありません？バシャンっていう重めの。そうなんです。いやもうだって遊園地の乗り物っすよこれ遊園地の乗り物でこう行動に出る感じ。そうね、えいいの本当にっていう、うん、これまた走りがいいんすよ。で剛性に関しては3ドアなんでしょうけど、うんうん、ただあれなんですよね、カビロレってちゃんと下回り補強してあるんですよ。そうだね、ちゃんと見えないところで補強してるからね。これ右行きます どちらでも。ちょっとこれ右行ってちょっと回ってきますか。じゃあ、うん、
わいろいろが蘇っております最高これちょっとどこ行ってもいいっすねどこ行ってもいい本当にただちょっと恥ずかしがり屋はダメっすね、うんはい、ただ都心走っててもミニのオープンだったらあーかわいいってあー確かになんか行けすかない感じはないよね、はいはいはい、おうでどっかこう高楽のとこ行ってもあーいいなーオープンって絶対思われる思われますねいいなおうでも月村さんさっき言ってたようにそのまだ250万円とかするのって思うのか、うん、これが250万円で買えるのかっていう、うん僕後者なんですよ俺もそう完全に、うん、特にこのタイムスリップしたような感覚でこれが買えるってすごいなと思ってうちのカーズのスタッフの連中は、はい、えまだそんなすんのってみんな言うんだけどいや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 もう僕なんかはいやこの状態でこの値段だったらもう買いでしょいやしかも F 型でガラッと変わっちゃって、うん、結構乗り換えなかった方も多かったじゃないですか、うん、だからそこで振り返った時にあ R 型ちょっともう程度のいいの残ってないなって、うん、いやあるんですよっていうこれですよそうだから僕的にはむしろ安いなと思ってたんです250万でこれ買えるんだったら、うん、いやいいないや来ましたこの固めの足純正ノーマルだからね軽いすげえ車が軽い足がちょっとバタバタするんですよね、うん、これランフラットから普通のにするだけでだいぶいいですよね、うんうん、ちょっと高速のつなぎ目なんかは本当にガタンってなるんで、うんうん そうね、そうなんですよねいやうわ軽い本当に軽い170馬力ぐらいですよね、そうですね全然十分です、うん、うわ超気持ちいい風巻き込みたくなかったら窓閉めるんでしょうけど、うん、窓閉めたくないですねこのスリッパみたいな形で走っていきたいですこれは最高ですよ、本当にこれちょっと手の届く非日常というか、うんいやいいねいいっすね、うん、最高だないつもオープンカーの商談するときとか、はいまあ、ミニの話するときとかもするんだけど、はい、この他のメーカーのオープンカーってだいたいフロントガラスがバーンとスラントしてて、はい、で自分のわかりますわかりますこう頭の上ぐらいまで来るんで、はいはい、普通にでこう巻き込みもすごい少ないから、はいはい、普通に乗ってるとオープンなんだかよく分かんないけどミニの場合はもう普通に乗ってて視野に空が入るんで全力でこうオープンを体感できますよ、ね、そうこんな乗り物ないですよね普通のそう他の車だと大体こんな感じの視野になっちゃうんだけどね、はいはいはい、で見上げて初めてあ、はい、オープンになってるわと思うけど、はいもうミニの場合は普通にこう この辺の何もなさですよねもう走ってる視野に完全に空が入ってくるんであオープンにしてるっていうのが視線を動かさなくてももう本当に屋根切ってオープンにした車っすよねそういいなだからもう何もなくていいんですよ、うん、もうシートも手動でハンドルも手動でもうこの開放感はちょっとサンルーフとかの日じゃないからねそうですねいやこれは気持ちよすぎるおういやちょっとこれ撮っときたいなすげえ気持ちいいこれだったらうちのかみさんも、うん乗れると思うんですよ、うんうんサイズ感もちょうどいいし、なんか軽自動車よりちょっと安心だし、
そうね、かわいいし、うん、で本気を出せばだってとんでもないスピードでかっ飛んでくるわけじゃないですか。しっかり飛ばせるしね。アルコール速いっすよね、うん、軽いから。いいなあ。だってちゃんとペダルとかも最初からクーパーエスとかの線ですよ。そうね、うん、F 型どうしたことか、ゴムをクーパーエスにゴムありましたからね、パッケージ入れないと。だってフットレストに至ってはまだ保護シール貼ってあるんですよ。どうなってんですかこれ。あ、本当だ。それでも剥がさないままずっと乗ってる人いるよね。そうですね、乗り残っちゃうんですよね、うん、そうそうそう、 どっかのタイミングで剥がした方がいい、うん、早めに剥がした方がいい。このステアリングの感じとレザーシートのこの感じと、だから BM なんですけど、 BM のいわゆるダコタレザーみたいにこう脂肪が深いやつじゃなくて、うん、スベスベじゃないですか、うんうん、だからちょっとなんか分かりやすい高級感というかありますよね。早速この屋根開けてるメーターが動いてる。3分ですかね。3分じゃないか、16分17分20分ぐらいか、うん、はい、なっております。いや本当にこのドアのパシャンって閉まる音いいな。そしてもうトリムというトリムが綺麗、超綺麗ですよね。ああ、これですよね、これ。これがもう絶版の、絶版の取り付けキット。もうだからね、もう後からもうここはね、いかように変えられるからね、もうこれがあれば。結構だから、僕メカニックから動画やるギリギリまで、これもうないんですかって結構聞かれました。いやいや、もう市場に出回ってるのだけなんですよ。そうなんだよね。そうなんです。だからね、これで。つけてある限りは、まあここの中はね、そうですね、うん、まあいくらでも変えられるんで、新しいものナビなくてもいい気がしますけどね、うん、もはやなんかこの車の場合、うん、そしてあ、そっか、このナビキットが入ってるからここは、そうね、はい、開かなくなってるという、うん、こういう純正のあれですよね、うん、ナビが入ってる、ナビ本体は入ってる。じゃあいきますか、行きましょうか。バックカメラもしっかりと、この微妙なシートの深さ分かります？この肩とこのドアのここの高さが同じぐらいだと安心しますよね。いや若干恥ずかしいですこれはちょっと良すぎる。試乗するときちょっと仕事と称して遊んでる感を感じてるんですけど、これマックスですねもう完全に試乗を楽しんでおります。こう倒せばマニュアル、はい、このシフトもノブを左側に倒せばマニュアルの固定 で、はい、であとはここでも操作できるし、まあ、このパドルでも。だから本当にシャキシャキ走ろうと思うとシャキシャキ走れるんですよね。うわー、だからこれ走るの好きな男性の方とかが乗っても全然こう満足というか楽しめる。だからよくあるパターンは奥さん用に買ったのに楽しすぎて結局旦那さんが乗るっていう。わかりますよね、気持ちが。あと以前娘さん用に買って結局お父さんが気に入っちゃって、はい、お父さん買い直して2台持ちしてたとかいうお客さんもいるんですよね。ありますありますあります。いやちょっと本気で買おうかな悩んでます。雨雨降ってきました。なんかポツンと言いましたね。あ、そういう時はささっと閉めて。でも言ってもこのドイツ車のカブリオレなんで、ちゃんとこう使えるカブリオレですよね。じゃあそんな場合は
丈夫かな、さささっと。ちょっと注目を集めてる感が若干ありますけど、こうね、全然十分信号待ちの間に動作が完了する、うん、早いっすよね、割と、ね、で、あ、サンルーフみたいにも使える、そう、いや、これでかいと思うんだよね、確かに、うん、でもサンルーフの日じゃないっすけどね、このセガさんは、ね、もうキワキワまで開きますからね、うん、そして後ろがさっき言ってたちょっとこのコロのこのところだけ少し視界が悪くなる、そうね、斜め後ろが、まあ普通に前に進んでる分には全然気にならないけど、確かに、あとミラーがこの形なんで少しこう見づらいっていうのは、うん、あの時々言われました、そうね、ミニあるあるですね、まあでも慣れですね、そうです、うん、まあ、このサイズ感ですからね、うん、原稿大きくなっちゃいましたけど、この方はこのこじんまりとした、うん、はい、最高な車だな、本当にこういう車ないっすね、もう、そうね、この硬さも好きなんだよな、硬すぎません僕もちょっとソフトにしたいですまあでもこれタイヤはもうね、経年的に、そうっすね、タイヤがまあちょっとコンパウンドが硬くなってるのと、あとはもともとランフラットで、うん、あんまりちょっとこう世代的に、乗り心地も軽さも抜群のランフラットっていうわけじゃないですか、そうだね、前期型が入ってた SP スポーツだっけな、うん、ダンロップかなんか、あれもっと硬かったですけどね、これまだブリヂストンなんで多分そうでもないと思います、いやー、このだってボンド帰るときはこの狭いとこ通って帰ったりしますけど、うん、この全く困らない感じ、困らないおお、大丈夫かな、ないという、はい、スーパーとかで駐車場でも、はい、ケーって書いてあるところにも入るからね、ああ、まあ入れようと思えば、うん、ダメですけどね長さが圧倒的に短いから、確かに、うん、そして本当に最初に戻るんですけど、あのどこでも行けるんですよ、うん、だってこのいう住宅地は別に入ってても走ってても、うん、別におかしくないというか、違和感ないし、で都内のちょっとおしゃれなところと止めてたり走ってても、うん、違和感ないじゃないですか、うん、で思いっきり住宅地にこう生活感のない車で走ってると、うん、ちょっとこう場違い感ないですか、うん、その物理大きさのっていう物理的なこともそうだし、はい、ミニっていうその精神的な部分でも、はい、どこにでも行ける、そうっす、うん、全然高級車がばっかり並んでいるような駐車場にも、ね、ね、隣にロールスが並んでようが、はい、フェラーリ置いてあっても、はい、別にミニスってつけても、はい、全然恥ずかしくないし、確かに、うん、ミニだけど何かみたいな、確かに、それでかいな、うん、いやー、最高の位置、このサイズでそういうこう存在感があって何のそういうストレスもないっていうのはなかなか、確かにないっすね、うん、ここにないと思うんだよね、いやいや、むしろあの F 型買わないでこっちを買うっていうのは、うん、むしろありどころか、うん、もう掘り出しも見つけたら積極的に買うべきだかっていう、うん、僕は思いました、一つの正解ですよね、これは、うん、ありがとうございます、ういっす、じゃあ最後になりますけれども、買い取りの方もまだまだ強化中ということで、もちろんです、これご覧になっていただいて、いや、うちのミニの方がもっと状態いいよって方、ぜひ売ってください、はい、実はこちらも買い取りさせていただいた個体なんですね、そうですね、はい、でちゃんとコンディションの良さ評価できますので、ちゃんと勝ち付けさせていただきますので、自慢のミニをぜひ手放す際はお声掛けください、はい、というわけで今回は BMW ミニカプリオレハイゲートをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。